キップスワンの上陸船は、アメリカ独立戦争中の1776年9月15日に、現在のニューヨークシマンハッタン東海岸で行われたイギリス軍の上陸船である。イギリス軍は、ニューヨーク占領のために、大陸軍を8月下旬のロングアイランドの戦いで破り、マンハッタン島に交代した、大陸軍を追ってイースト側を渡る必要があった。 イースト側に浮かぶイギリス海軍艦隊から事前の激しい艦砲射撃があり上陸点を守っていた経験の足りないアメリカ側民兵は逃亡しイギリス軍がキップスワンで抵抗もなく上陸することが可能になった上陸後に行われた小競り合いによりイギリス軍はアメリカ民兵のいくらかを捕まえた上陸に続く イギリス軍のミサオ軍によって島の南東部に駐屯していた大陸軍部隊の逃亡路も危うく遮断されるところだった。この大陸軍部隊の脱出があまりに急速だったので彼らをこぶしようとしていた大陸軍総司令官ジョージ・ワシントンはイギリス軍との前線に取り残されるような状態にまでなった。この作戦はイギリス軍の決定的な成功であり、 大陸軍はマンハッタン島のハーレムハイツまで後退を強いられ、島の南半分だったニューヨーク市はイギリス軍の支配下に入った。しかし、翌日に行われたハーレムハイツの戦いでは大陸軍が勝利した。アメリカ独立戦争は開戦の1775年から1776年前半までイギリス軍にとって思わしくない進行を重ねていた。 包囲されていたボストンからは、1776年3月に、大陸軍キャンプに銃砲が到着したことで、ウィリアム・ハウが指揮していたイギリス軍は、ボストンから、ノバスコシアのハリファックスまで撤退を強いられることになった。ハウは、ハリファックスで軍隊を再編し、物資や援軍を受け取った。6月には、ニューヨーク市を支配するための作戦を開始した。 大陸軍のジョージ・ワシントン将軍は、イギリス軍の次の標的が、ニューヨーク市であることを予期し、軍隊をそこに移動させて、イズラエル・パットナム将軍には防御の準備をさせた。しかし、イギリス軍が上陸する、可能性のある地点の数が多すぎて、防衛準備は、多難だった。ハウの軍隊は7月初旬に抵抗もなく、スタテン島に上陸を始め、 さらに8月22日には、ワシントンの大陸軍が、かなりの防衛線を敷いているロングアイランドにも、抵抗なく上陸した。8月27日に行われた、ロングアイランドの戦いで、ハウはうまくワシントンの防衛軍側面を突き、ワシントン軍を前には、イギリス軍、背後には、イースト側というブルックリンハイツの狭く危険な陣地に追い込んだ。 8月29日から30日にかけての夜、ワシントンはその全軍9000名をヨーク島に川を渡って交代させることに成功した。この脱出の時には規律と一体感を示した、大陸軍もすぐに絶望的な状況になった。民兵の中で、かなりの者たちが8月で終わる、徴兵機関のものであり、軍隊を離れて故郷に戻った。指揮官の指導力も問題にされ、 派手で、カリスマ的な指揮官、チャールズ・リー将軍の復帰をあからさまに望む兵士もいた。ワシントンは、フィラデルフィアの第二次大陸会議に指示を求める文書を送った。特に当時は、マンハッタン島の南端に過ぎなかったニューヨーク市を放棄し、焼き打ちされた場合の処置についてだった。そのことから、大きな都合の良さを引き出すことができるが、一方で、多くの資産が、 イギリス軍に破壊されることだろうとワシントンは書いていた。ヨーク島は主に南端がニューヨーク市となっており、西にはグリニッジビレッジ、北にはハーレムビレッジがあった。島の中央はほとんど住む人がなく、インディアンバーグやクラウンハイツなどいくつかの低い丘があった。この島から周辺の島には渡し船があり、 本土のウェストチェスター軍に渡す主要な渡し船は、島の北端に近いキングスブリッジでハーレム川を渡るものだった。この島は西をハドソン川、東をロングアイランド島を分ける、イースト川と二つの川に接していた。キップスワンは、島の東側にある入り江であり、現在のほぼ32番通りから38番通りまでと、西の2番街まで伸びていた。 この湾は現在では埋め立てられて存在しないが、1776年の当時、上陸を観光するには、格好の地点だった。岸の近くまで水深があり、上陸した部隊が集合するための大きな草原があった。この湾の対岸、ロングアイランドには、ニュータウン、クリークの広い河口があって、これも草地に囲まれており、やはり優れた出発点になっていた。 ワシントンは、ハウ将軍が、どのように次の手を打ってくるかがわからず、ヨーク島島エストチェスター軍の岸に沿って薄く、部隊を配置し、ハウの作戦の手がかりになる情報を積極的に、探していた。また、ハウ将軍の兄で、ニューヨークにいる、イギリス海軍司令官でもあるリチャード・ハウ提督の、機関 HMS イーグルについてもある試みを、命令していた。9月7日、 最初に記録に残された潜水艇による戦闘行為があった。潜水可能なタートルのパイロットを志願したエズラリー、軍僧がイーグルに接近し爆発物をつけてくる任務だった。タートルのドリルは鉄の帯に当たって貫通することができず爆発物を取り付けることができなかった。リーはそこから逃亡することができたが方向を定めるために浮上した時に 偵察のためにイギリス軍が送った小さなボートをかわすために爆発物を手放さざるを得なくなった。その爆発物はイースト側で爆発し何の損害もなかった。一方ハウ将軍が率いるイギリス軍はイースト側の東岸を北へキングスブリッジの型に進んだ。9月3日の夜、イギリス海軍のフリゲート艦 HMS ローズが 北向きに流れていた潮を生かして、30隻の平底船を引いてイースト側を遡り、ニュートンクリークの河口で停泊した。翌日にはさらに多くの輸送船や平底船が、イースト側を登った。戦艦3艦、HMS レナウン、HMS レパルス及び HMS パールと、スクーナー HMS トライアルが、ハドソン川を進んだ。ヘンリー・クリントン将軍9月5日、 大陸軍のナサニエル・グリーン将軍は最近10秒から軍隊任務に戻ったところだったがワシントンにニューヨークからの即時撤退を促す文書を送った。グリーンはロングアイランドを失った今ではニューヨーク市を保持することができないと論じていた。大陸軍はヨーク島の野営地に参加しておりイギリス軍の攻撃を防ぎきれない。もう一度大敗を喫失すれば 兵士の損失と士気の喪失によって大惨事になると主張していた。また、ニューヨーク市の焼き払いも推奨していた。ここを一旦イギリス軍に奪われればイギリス海軍に匹敵するか上回るような海軍でもなければ脱海は不可能だったからだった。グリーンはニューヨーク市を保つことでアメリカ側には利点がないと要約し、ワシントンに 作戦会議を招集するよう進めた。しかし9月7日に作戦会議が招集された時までに大陸会議議長のジョン・ハンコックからニューヨーク市は破壊すべきではないがワシントンがそこを守ることを求めるのではないという会議の決議を記した文書が到着した。大陸会議はハウ将軍と交渉を行うためにジョン・アダムズ ベンジャミン・フランクリン及びエドワード・ラトリッチの3人による代表団を送ることも決めていた。ブルックリンにあるジョージ・ワシントンの彫像9月10日、イギリス軍はロングアイランドからハーレム川川口にある小さな島モントレサー島に移動して占領した。その翌日の9月11日、大陸会議の代表団がスタテン島に到着し、ハウテイトクと数時間の会談を行った。 この時、ハウ・テ督クは、大陸会議代表団が主張するような条件を飲む、権限が与えられていなかったので、この会談からは何も得られなかった。しかし、イギリス軍が行おうとしていた攻撃を遅らせたのは、事実であり、ワシントンにとっては、どこで、どのように、イギリス軍と対峙するかを決断する時間ができた。ワシントンは9月12日の作戦会議で、 その将軍たちと共に、ニューヨークを捨てる決断を下した。イズラエル・パットナム将軍の下に、大陸軍4000名が、ニューヨーク市とローワーマンハッタンを守るために残留し、主力軍は、北のハーレムとキングスブリッジに移動することとした。9月13日午後、イギリス軍主力が移動を開始し、海軍の戦艦リューバックとフェニックスを呼び、 フリゲート艦 HMS オルフェウスとケリーズフォートがイースト側を上りブッシュウィッククリークに停泊した。その搭載大砲数は148門に上り6隻の輸送船を伴っていた。9月14日までに大陸軍は弾薬などの物資と病人をオレンジタウンまで急速に移動させた。利用可能な馬と荷車がべて動員され、この様子をジョセフリードは 大軍事運動と表現した。偵察員がイギリス軍キャンプの移動を報告したが、ワシントンはこの時もイギリス軍がどこから攻撃して来るかを決めかねていた。その日の午後遅く、大陸軍の大半はキングスブリッジとハーレムハイツに移動し終えており、ワシントンもその夜に移動した。ハウ将軍は当初9月13日の上陸を計画していたが、 これは1759年のエイブラハム平原の戦いでジェームズ・ウルフ将軍の重要な上陸を行った日付を思い出させるものだった。ハウとヘンリー・クリントン将軍は攻撃地点で意見の不一致があった。クリントンはキングスブリッジで上陸すればワシントン軍をきっぱりと叩けると主張した。ハウはキップスワンとさらに北のホーンズフックの2カ所で 上陸させようと考えたが、船の水先案内人が、ハーレム川とロングアイランド湾の海水が、イースト川と出会うヘルゲート付近の水域が危険である、警告したのでホーンズフックの方を断念した。風向きが悪くて、さらに遅延した後、キップス湾を標的にした上陸は9月15日の朝に始まった。1781年のイギリスによるマンハッタンの地図、 キップスワンは、イースト川沿い、ケプ、エスベーと書かれている。ハウテイトクは9月15日早朝に、艦隊の艦船をハドソン川に送り、騒がしい陽動行動を行わせた。ワシントンとその副艦たちは、それが陽動行動であると判断し、島の北端に部隊を止め続けた。コネチカット民兵500名が、ウィリアム・ダグラス大佐の指揮で、 キップスワンの大陸軍全員戦に大雑把な強壁を築いたが、その兵士の多くは、農民や商店主であり戦闘経験がなく、マスケット銃すら持っていなかった。その代わりに大釜の刃を柱に取り付けた手製の矛を持っていた。彼らは夜通し起きており、24時間ほとんど何も飲み食いしておらず、夜明けに、その粗末な掘り越しに守っている陣地に近い。 イースト側に浮かぶ五隻のイギリス戦艦を眺めることになった。キップスワンの民兵は残酷に潜っていたので、岸から200ヤードに停泊しているイギリス艦船も静かにしていた。この日は息苦しいくらい暑かった。午前10時頃、ハウから上陸任務を託されていたヘンリー・クリントン将軍が都科会主の命令を下した。 第一波は80隻以上の平底船であり、4000名のイギリス兵とヘッセン兵が肩を突き合わせて乗船し、ニュートン後部から出てイースト側に入り、キップスワンの方向に向かった。午前11時頃、5隻の戦艦が原則の大砲から一斉射撃を始め、脆弱な大陸軍の強壁を叩き潰し、民兵隊を恐怖に陥れた。 ハウテイトクの施設秘書官アンブローズ・サールは、陸軍や海軍のものでも聞いたことがないような、恐ろしく絶え間ない法制へと記していた。80門近い大砲がほぼ1時間にわたって、騎士への砲撃を続けた。大陸軍病は、中場泥と砂に埋まり、煙と埃のために反撃もできなかった。法制が止むと、イギリス軍の平底船が、煙の中から現れ、 岸に向かっているのが見えた。この時までに大陸軍病は強行に取り憑かれた退却を始めており、イギリス軍は上陸を始めた。ワシントンとその副官たちは上陸が始まってから間もなく、そのハーレムハイツにあった指揮所から到着したが、退却する民兵たちを再結集させることができなかった。キップスワンから約1マイル内陸でワシントンは、 乗馬して、兵士の間に乗り入れ、激怒して、激しく罵りながら、兵士を振り向かせ、命令に従わせようとした。いくつかの証言によれば、彼は自精心を失っていた。激鉄を起こしていない拳銃を振り回し、その剣を抜き、兵士の間を乗り回しながら威嚇して、壁を作れ、とうもろこし畑に入れ、と叫んだ。 誰も従わないことが分かるとその帽子を地面に投げつけ、深いうに、これがアメリカを共に守ろうとしている者たちなのかと叫んだ。逃げていく兵士が前進してくる。ヘッセン兵の一体との交戦を拒んだ時、ワシントンは乗馬無地でその主観の何人かを殴ったとされている。ヘッセン兵は降伏しようとするアメリカ兵の多くに、発砲し、銃剣で刺した。 大陸軍、サミュエル・パーソンズとジョン・フェローズ各将軍の指揮する2000名の大陸軍が北から到着したが壊滅的な民兵の退却を目撃して彼らも振り向いて逃げ出した。ワシントンはこの時も怒り浸透に発している状態であり敵から100ヤードもないところまで乗り進んだが副官たちが何とか戦場から脱出させた。さらに多くのイギリス兵が上陸してきており その中には、警ョ兵、敵団兵及び、ヘッセンの両兵がいた。彼らは散開していくつかの方向に前進した。午後遅くまでにさらに9000名のイギリス兵が、キップスワンで上陸しており、ハウは一個旅団を、ニューヨーク市占領のために送り出した。大陸軍病の大半が北に向かって逃亡したが、すべてが逃げられたわけではなかった。あるイギリス軍士官は、 決戦兵が、反乱者の頭を、銅から切り落とし、残酷の中の柱に叩きつけたと記していた。南に進んだ旅団は、半マイル先のワッツ農場まで進んで、大陸軍の固い抵抗にあった。北に進んだ部隊は、現在の歴ントンアベニューの真似し、インクレンバーグで停止した。これは、ハウ将軍が、侵略軍の残りに待機を命令したことによっていた。 このことは上陸点により南にいた数千の大陸軍部隊にとって非常に幸運だった。クリントン軍がハドソン川に向かって精神を続けていれば大陸軍の3分の一近い勢力を持っていたパットナム軍を主力から遮断できローワーマンハッタンに閉じ込めていたはずである。イズラエルパットナム将軍パットナム将軍は 上陸が始まった時にその部隊のいくらかを連れて北に来ていた。その部隊がニューヨーク市に閉じ込められる危険性についてワシントンと短時間話し合った後、パットナムは部隊の退却を指揮するために南に馬で向かった。行軍を鈍くするような物資や装備は放棄し、副艦のアーロンバーの案内に従ってその部隊はハドソン川沿いを北に向かった。 パットナム軍の強行軍は素早く、イギリス軍の前進はゆるりだったので、パットナム軍の最後の正体が前進してくる、イギリス軍と小競り合いを演じただけだった。パットナムとその部隊が日暮れ後に、ハーレムの主キャンプに入った時、その部隊の喪失を覚悟していた者たちの喝采に迎えられた。ヘンリー・イノックスは、ハドソン川に浮かぶ船を捕まえて住んでのところで、 脱出し、さらに遅い時間に到着したので、彼も興奮し、熱狂的な歓迎に迎えられ、ワシントンからの法要までを受けた。イギリス軍は、ニューヨーク市に残っていた市民に歓迎された。市民は、大陸軍の旗を下ろし、ユニオンジャックを掲げた。ハウは、ニューヨーク市を素早く占領し、しかも、最小の犠牲でと願っていたので、 この侵略は完全な成功と考えた。ハウはその日大陸軍との戦闘継続を望まず、ハーレムの手前で軍隊を停止させた。ワシントンはその軍隊の行動をひどく起こり、それを、はずべきまた、けしからぬ行動だと言った。すでに悪い評判を得ていた、コネチカットの民兵隊は臆病者と呼ばれ、大改層の責任を問われた。しかし、 他の者はより慎重であり、ウィリアム・ヒース将軍の場合は、ロングアイランドで受けた傷がまだ癒えていない。兵士とまでは言わないが士官たちは、死が守るに値しないことを知っていると語っていた。コネチカットの民兵隊が気力を失わせる、砲撃のもとと圧倒的な勢力の前でヨーク島を守るために止まっていたとしても、彼らは全滅していたことであろう。 翌9月16日、両軍はハーレムハイツの戦いを起こした。ありがとうございます。